ゼノケラトプスは、カナダ王国、アルバータ州の白亜紀後期の地層から発見された、ケラトプス類に属する恐竜。原始的なセントロサウルス赤であり、フォアモスト類層で発見されている、唯一のツノ竜類。名前は、よそ者のツノ竜という意味である。キセノケラトプスとも呼ばれる。ゼノケラトプスゼナセラタプスは古代ギリシャ語で、外部を意味するゼノスと、 格のある顔という意味のセラタップスの組み合わせで、よそ者の角竜という意味である。化石が発見されたフォアモスト類層では、ケラトプス類が見つかったことがなかったことに由来する。X フォレモステンシス X フォーモステンシスの種小名は、フォアモストの地名にちなむ。1958年、ワンラングストン・ジュニアは、アルバータ州のフォアモスト類層から、頭骨の断片を発掘した。 この地層では、恐竜類の動物賞は全くと言って良いほど知られていなかった。近くでは、ハドロサウルス類の頭骨と肩頭竜類である、コレピオケファレだけが見つかった。ラングストンは断片をキャビネットに入れて、オタワのカナダ自然博物館に収めた。2003年になって、デビッド・エバンスとマイケル・ライアンがこの標本に興味を持ち、2009年に徹底的な調査が行われた。 彼らは、それが親属新種であることを発見し、2012年に記載した。当時、ゼノケラトップスは、カナダのケラトップス類の中で最古のものであるとされた。フォアモスト類層で見つかった、最初のツノュウ類でもある。ゼノケラトップスは、カナダ自然博物館収蔵のホロタイプ CMN53282 に基づいている。これは、頭頂骨であり、 小中線のフリルの一部も備わっている。頭頂骨に加え、頭骨の別の部分、臨場骨と尾骨も見つかっている。これらの骨は少なくとも3個体以上の生態のものであると思われる。ロイヤルティレル古生物博物館に収蔵されている別の頭骨の断片もゼノケラトプスに属すると考えられている。ゼノケラトプスはフリルをなす骨の装飾の構造によって 他のケラトップス類と区別することができる。フリルの正中線に最も近い1体の個室の保温レッドは厚い、コブ状で小中線に向かって伸びる。その脇に位置する第二の保温レッドは平たくまっすぐなスパイク状で横向きかつ後方に伸びる。フリルの最も外側を成す頭頂骨の円は大きな三角形のコブになっている。 ほとんどの他のセントロサウルス赤と違い、フリルの正中線上に他の装飾は存在しない。ゼノケラトップスはおそらく他の原始的なセントロサウルス赤と同様に花と両目の上に角を発達させていたとされている。ホロタイプとその他の頭骨要素は顔の角に関する部分を含んでいないが、ロイヤルティレルの頭骨には大きな上眼科格の証拠が残っている。それは アルベルタケラトップスやディアブロケラトップスのものと似ている。また、尾骨の断片は尾角の長さについて示唆しているが、メデューサケラトップスのそれのように短かったとされている。イカライアンらによる、系統樹。ありがとうございます。